小林博史は、広島県福山市出身の元プロ野球選手。2018年シーズンからは、社会人野球の JFE 西日本公式野球部で、プレーを続けた。広島県福山市立西、深津小学校2年時にソフトボールを始めた。大阪府内への転居を経て、大阪市立育玉小学校3年生の時から、天王寺リトル。 堺市立浜寺小学校6年生の時に浜寺ボーイズでプレー堺市立浜寺南中学校への進学後は高石ボーイズに所属した。島根県の豪野川高校に進学後は2年生の春からベンチ登録。2年生の夏に控え投手として第87回全国高等学校野球選手権大会で甲子園出場を果たすと、 初戦の生成工業高校戦に休園で登板した。大阪学院大学への進学後は、1年生の春から関西六大学野球のリーグ戦に登板。周期リーグ戦では、3勝を挙げたいラコバ賞を受賞した。2年生の時には、春、周期通算で9勝6敗を記録。3年生の春期リーグ戦では、リーグトップの6勝で、 チームの任意躍進に貢献するとともに、最優秀投手賞を獲得した。また、大学日本代表候補にも選ばれている。4年生で迎えた2010年の春季リーグ戦では、チーム18年振りのリーグ優勝に貢献。5月22日の留国大学戦で、ノーヒットノーランを達成するなど、4冠風勝利、防御率1.08も記録したことから、 最優秀投手賞と MVP を獲得した。なお、チームの優勝によって進出した、全日本大学野球選手権大会では、1回戦の、金沢学院大学戦に先発で登板。9奪三振を記録したが、被安打11で敗戦を喫した。関西六大学リーグ戦通算では、63試合に、登板。35勝21敗。 防御率1.46の成績を残した。関東数と完風勝利数は、いずれも、通算成績で、リーグ歴代1位。勝利数、脱三進数は、平野和が、京都産業大学時代に残した記録に次ぐ、歴代2位である。2010年の NPB ドラフト会議で、横浜ベイスターズから4巡目で指名。契約金4500万円。 年俸1000万円という条件で契約した。背番号は12。チームには、同姓の小林太志氏が在籍していたため、本名の小林博士を略称に使用した。同期入団の新人後投手で最も早く、春季キャンプ期間中に一軍へ昇格。開幕一軍は逃したものの、6月8日には、 対東北楽天ゴールデンイーグルス戦の休援で1軍公式戦にデビュー。シーズン2さんで6試合登板した。9月20日の第中日ドラゴンズ戦で1軍初先発を果たしたが5回を2本塁打三失点で敗戦投手になっている。1軍公式戦への登板機会がなかった。イースタンリーグでは公式戦15試合に登板。 2勝3敗、防御率4.50の成績を残した。自身にシーズンぶりの出場選手登録を経て、9円当板の4試合でいずれも無失点を記録。5月15日の大楽天戦で2年振りの先発当板を経験したが、3回3失点で敗戦投手になった。9円で当板した7月10日の対、 広島東洋カープ戦で一軍初勝利を挙げると、以降の公式戦でも、先発や、ロングリリーフに起用。先発で登板した9月1日の対東京をヤクルトスワローズ戦で投球中に、左脇腹を痛めたが、阪神タイガースとのシーズン最終戦では、9円登板で2勝目を記録した。結局一軍では、24試合登板、2勝1敗。 防御率2.76という成績でシーズンを終えた。春季キャンプの終盤に一旦一軍へ昇格。その一方で、キャンプ中に右肘を痛めるなど、シーズンを通じて、故障に苦しめられた。シーズン終盤の9月25日に、出場選手登録を果たしたが、一軍公式戦への登板機会がないまま、翌26日に登録を抹消。 22試合に登板したイースタンリーグ公式戦でも1勝2敗1セーブ、防御率4.91という成績にとどまっている。救援要員として自身初の開幕1軍を勝ち取った。4月2日の対広島戦で3分の2インニングを投げて1軍初ホールドを記録したが、同月5日に出場選手登録を抹消。 しかし、中継人の強化を目的にした9月1日の再登録以降は、シーズン終了まで1軍に定着した。春季キャンプ中に1軍へ昇格したが、オープン戦の途中から2軍で調整。イースタンリーグ公式戦でも、22試合の登板で、1勝2敗、防御率5.87と振るわなかった。 勝ちパターンの中継ぎ投手として、チームで最も多く一軍公式戦に登板していた、須田光太が、レギュラーシーズン終盤の登板中に故障したことを、受けて、9月28日に、シーズン初の出場選手登録を果たすと、同日の対アクルト戦5回裏にし二塁に、救援投手として、シーズン初の一軍マウンドを迎えた。同点の場面からの登板だったが、 打者二人から一死を奪っただけで、西浦ただし通るから勝ち越しの二点本塁打を浴びて、交板。結局、レギュラーシーズンでの一軍公式戦登板は、この試合のみで、チームが同シーズン3位で迎えた。ポストシーズンでは、登板機会がなかった。イースタンリーグ公式戦には16試合の登板で、一勝一敗、防御率4.62位をマーク。 一軍公式戦では3試合の登板を無失点で、しのいだが、レギュラーシーズン終了後の10月5日に、球団から戦力外通告を受けた。NPB た球団での現役続行を希望していた、ことから、2017年11月15日には、地元のマズダ・ズーム、ズームスタジアム広島で開かれた12球団、合同トライアウトに参加。 シートバッティング形式で4人の打者と対戦したが、一飛安打一押し球という内容で、打球団から獲得のオファーを受けるまでには至らなかった。JFE 西日本時代2018年からは、本拠地の一つが、地元の福山市にある JFE 西日本、公式野球部でプレーを続ける。2019年限りで、JFE 西日本を退団。 最速時速 148km のストレートと、キレの良いスライダー、カーブ、フォークボール、チェンジアップといった多彩な変化球を投げる。憧れの投手は、ロジャー・クレメンス。投球フォームは、エナツ・ユタカの現役時代を手本にしている。スタミナが持ち味で、2010年の関西6、大学春季リーグ戦では、117イニングを投げて9勝と112。 脱三振を達成した。このリーグ戦では5月17日の神戸学院大学戦に9回関東で勝利を挙げると翌18日の同カードにも先発で登板。試合はリーグ規定で延長19回引き分けに終わったが小林は19回を一人で投げ抜くとともに18三振を奪った。さらに22日の龍谷大学戦で 前述のノーヒットノーランを達成すると26日27日の神戸学院大学戦で2日連続の9回関東勝利。龍谷大学との最終戦でも9回関東勝利でチームを優勝に導いた。請求力にも自信を持っている。関西6大学リーグのリーグ戦では通算で500回以上のイニングを投げながら優秀な良し球率を記録した。 2011年に横浜ベイスターズの情報番組ラブベイスターズで MC を務めた杉本由美は小学校時代の同級生。小林自身は同年の仙台遠征で知り合ったアクセサリーデザイナーの女性と2014年12月11日に結婚している。ありがとうございます。